はいといんことでですね6月サマーオブゲーミングでいろいろと実在機の情報が出ましたがここで改めてちょっと振り返ってソフトとハードとサービスなどをちょっとトークしたいと思います、はい、そうですねはいまずはソフトの方からですが、はい、まあ主に PS5 の発表が多かったんですけどまず PS5 の方のインプレッション全体の そうですね非常に、特に PS5 の発表イベントがあってそ,それで主にもう何タイトルもあの発表されたんですけどあと、ちょこちょこ他のメーカーさんからもあったんですけどかなり、まあ、強いラインナップだと思うんですけど、えーまあ、日本国内向けのタイトル大きな。 うん、RPG でしたり、うんあの、例えばモンスターハンターとかあ,ーあんまりそんなになかったっていうのはちょっと一つの印象なんですけど、あくまでも欧米向けの発表会だったかなという印象。ね、まあともあれ、結構あの日本の,の,あの、えー、とカプコンとスクエアエニックスとかは参加してるんで、うんまあ、ラインナップとしては悪くないかなと思います僕が、えー、と思った全体のインプレッションは、今回、ソニーは比較的、まあ、そのアピールするものが、まあ、グラフィックスと、あとはそのコントローラー。 ってどこで、うん、まああまりないところもあるけど一応それぞれに、えー、とこのグラフィックスを、えー、とアピールするためのタイトルとして、まあ、ラチェットクランクとかはいラチェットクランク一番こう分かりやすいじゃないですか、ねうん、そのキャッチっていってもその次世代機アピールアピールとしてまああとローディングが早いとか、ね、ローディングが早い結果で自由にワープできるそうそうそうでワープできるっていうのは、まあ、完全に新しいマップを一瞬でローディングできるからるうすぐにこう移動 あとスパイダーマンに関してもこれまでそのねベンチマークとしてよく出されてましたねロードが早いってことはいと、まあ、そういうふうなあのあの製品アピールのためのタイトルをうまく用意してあと今度コントローラーの方ではあれが出てきましたね「えー、とアストロプレイルーム」それしかないんだけど、はい、まだ、まあ、まだよくわかんないけど、はい、要するにコントローラーのフィードバックが多様だっていう、えー、そうですねまあ結構あの今回コントローラーに関するそのなんか あのイメージ動画も発表されたんですけど,ど、うん、このハプティックフィードバックはどうのこうのととかね、まあ、言われてもわかんない言われてもわかんないからいあの今回そのスパイダーマン、ね、マルズ・モラーレスでこうウェブスイングするとき、はい、気持ちいいとかテンション感じるとかアストロボットももちろんですしね、うん、あのいつもプレイステーションの新しいこうハードが出るとき、うん、プレイルームのコンテンツ最近あるんですけどあのー 実際に座ってななないと分かんないいとかじゃないですかね,かないねこれがねやっぱオンラインイベントだとどうしてもあの分かんないとこでの今年本来 E3 があるとしたらもうすでに分わかってるかもね我々メディアとしてはもうすでに座ってるはずですよね、うん、残念ですよねそこは、はい、なので、はい、言われるだけで分からないんで今回の,の PS5 のコンテンツの中では圧倒的に次世代来たんだって っていうのは、ラチェットクランクぐらいだったんですかね。じゃあ、やっぱラチェットクランクが一番ダニエルとしては印象的。他に何かありますかックアップするとして。はい、そうですね。まあもちろん、新しいね世代のハードクルトとレースゲームが一まあ当然きますね。お持ちますんで、結構ね、今回グランツーリズム7の映像でしたり、まあおそらく Xbox の方で今後、フォルザ出るんじゃないかと思うんですけど、まあ グラフィックって分かりやすいじゃないですか車ってう、ねうん、なので、えー、それはまあ映像だけ見たけどそうですねあのいい感じだったっていうことまあ,あの当然ながらえっ、ー、と車とかのあと映り込みとか反射があるんでそこは多分レイトレーシング使ってるしあとは多分ローディングとかも速いしまあスピードとかのラグとかも低くなるとかいろいろメリットはあると思うんですけどね、はい、ただまあそこのねだんすごく 進化ししたたっっっっっっててて感じでではややぱぱなななくま、はい、まあ綺麗ににっっいう <laughs> まあう、ね、普通の印象になってしまうところです,、はい、うですねじゃあ僕が個人的に思ったのはまあまあやっぱり日本のタイトルはちょっと気になるんで「プロジェクトアーシア」はスクエエニックスなんですけど、うん、まあこれやっぱりルミナスプロダクションからのえっ、ー、とまあ、FF15 作ってたチームのゲームってことでまだはっきりしませんですがそのルミナスエンジンのなんか強みっていうのはどこにあるんだろうなっていうのはやっぱ気になりますよね。 まあその名前通りそのルーメラス光光っていうかそのうん。 そのライティングまあそうなんだろうと思うんだけどリアリズムリアリズムはフォトリアリ,<と>リアリスティックで、まあ、ルミラスエンジンの,、ね、あのデモみたいなものは、まあ、すでに昔から出てますけどやっぱり、まあ、光とかあとシワの表現とかって言ってるんですけど、まあ、それとともに、うん、FF15 の時ってスクエアエニクスの,そのアピールポイントって AI だったじゃないですかその辺もなんかエンジン側でなんかできるようになってたりするのかなって ってところもあって、そこもやっぱりゲームプレイしなきゃ分かんないんで、動画じゃ分かんない、そもそもこのプロジェクトアスリアに、プロジェクトまだタイトルに入っても、まだ正式的なタイトルになってないと思うんで、あんまりゲームプレイ分からないですか、まだ。なので、あくまでも、うん、てっこでも系なもので、もうちょっとディープダウンの雰囲気はしなくはないから、これから変わっていくかもしれないですけど、見た感じ、確かに FF15 っぽいビジュアルのイメージでしたが、この辺に関しては、アンリアル、 エンジンの5は出たりしてすでにすごいグラフィックが見えてるので特別なんかね綺麗っていうのはなかったですね。であともう一つは日本のあのスタジオでこちらもやっぱり面白いのはそのインハウスのえっ、ー、とゲームエンジン作ってるっていうことでカプコンがうん、うん、えっとバイオとプラグマーター両方ともおそらく R-E エンジンだと思うんですけどまあ、バイオは多分そうだと思いますけど、うん、まあこれも超綺麗になった印象ないですよね。 バイオハザードそそもそも暗い,、ね、暗いですね <laughs>、うん、暗いからねうまあ、くね暗いからリッチじゃなくても怖がらせることはできるんですけどでもまあ実際バイオセブン出た時結構綺麗だと思いませんでした、うん、ああもう本当にビジュアルビジュアルがいいしそのビジュアルデザインがいいから。 まあそれでこれまでなんか7が出て RE2、RE3 と出てきたからそこでなんかその今回の,あの,バイあのビレッジが出てもなんか逆にそこまで進化した感じが逆に少なくなってあやっぱこれぐらい綺麗なんだっていう印象になっちゃうのちょっともったいない気もするけどまあ期待するとことしては結構カプコンさんはそのモーションを結構頑張ってたりするところなんでまあそのモーションとかそういったところ見たらだいぶちょっと変化が出てくるのかなっいう気がします。バイオ7の,あのむしろ、AI、がすごく 良くて、うん、でずっとねあのおじさんがぐぐる,ぐる回っててそう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 だからその辺の進化が期待したいと思ってます、ね、はい、はい、じゃあちょっとかやって XBOX の方はもう発表されたものがあって、はい、それほどあのラインナップがねで揃ってないですか全体見てどうですかそうですねえっ、ー、とまず XBOX に関しては、えー、と7月にファーストパーティーのタイトル発表しますと言ってますのでまだ今のところ ーースパーティー何も新しく出てないですね。すね今、あのヘイローインフィニットぐらいしか分からない段階ですけど、ねあのまあ、サードパーティーから、他社さんからのタイトルで言いますと、えー、っとこれ、Xbox あの独占ではないけど,いけどあの、アサシン・クリード・ヴァルハラの推しが結構強かったんじゃないですか。あと、サイバーパンク、えー、2077は、えっと、Xbox One X XBOX シリーズ X 向けのシーンバージョンを出しますよと。はい、ローンチにはならないけどって言ってますね、はいまあ。その辺は確かにあのかなりリアリスティックなゲームなんでグラフィックには期待できますけど、まあ、ただねその、バルハラに関してもどこぐらいがゲームプレイだかよくわからないところもあったので。<laughs> のゲームプレー本当にちょこっとだけそうちょこっとでよくわからなかったところもありますけど。はい、あとはその まあ、えまあまだまだねラインナップ揃ってないんですけど、うん、まあ見た目としてはあの美しいなって感じのものは結構やっぱりいっぱいありましたねそのリアリズム的な部分では、うん、えっと何があったかなあこれも新しい発表じゃないけどヘルブレイド 2, <あ> 2> 結構期待しますねスタジオがあの買収というか、はい、XBOX 参加になったので、はい、まあ あとは、だからそんなに別にね、あのー、特別なタイトルじゃないけど、メタルヘルシンガーは別にビジュアルが優れてるわけじゃないけど、これは Xbox だけっぽいですよ。<laughs> え、あ、そうですかうん、今んところは。うんなぜかわかんないけど。結構ね、あれ、楽しそう。あと PC ね。PC。あれ結構すごい楽しそう。うん そうで,す、ね、あでも PS5 のタイトルでーね入ってるよメっセー入ってと思う結局マルチ出るからそうするとほとんど今んとこは XBOX がないですよね。月 <laughs> これからですね。一つ思ったのはあの XBOX はここまで来てあの特にハードとかサービスについていろいろ結構フランクにいろいろ喋ったりして、はい、結構前にいろいろこの数か月もう1年以上前から。 ちちょプレイステーションけど、ね、PlayStation5 というとソニーさんがずっと静かに隠してたからです、ねそうそうそう。で今回 PS5 の発表会は、うん、あのハードの見た目ソフ,ソフトウェアのラインナップこれまでもあるしそれしかもその中で独占このぐらいあるし、はい、あの結構また Xbox はずっとやってたのにまたカッチアップしなきゃまあもちろんこういう、ね <laughs> はい、レースだからねこれは。そうですね まあじゃあ次ハードの話しますけど、うん、まあ一番大きいのは見た目ですね PS5 の見た目が出ましたけど、はい、どうでしたえっとね私変なとんがったコンソールデザインが好きなので好きだったけど変 <laughs> なデザインでは間違いない,と思います。あ 何なんだろうって思ってこれまで結構シンプル方向にやってたじゃないですかはいはい PS4 と x b o x ONE の世代をどちらもシンプルに攻めたんでそうですで今度 XBOX シリーズ X がシンプルなのかなんかあまりデザインされてないか分かんないですけどシリーズ X ねもうタワーみたいなタワーであんまり PC みたいなたいな,なんで、はい、あの PS も同じ路線なのかなって予想してたんですよ、うん、だから予想が外れてえって思ってはいまあかなりデザイン性のついたものです、ね、そうですねであの SIE からもこれに関する、うん、あのコメントも発表してたじゃないですかはい我々はそのそのホームのコンソールとしてのあのなんていうかなプレゼンスをインテリアとしてインテリアとプレゼンスを、はいえっと、見せたいんだってうことなんで、うん、まあだからそのねいろいろねふ 置き方が迷うとか吹くのが大変とかいろんな意見がありますけど、はい、まあやっぱデザインはプレイステーション5にとっては結構重要なアピールポイントだっていう認識は強いんですよね。うん、一つまあ心配的なところはまず Xbox1XXbox シ i ー s X のあの箱のね、うん、あのデザインが発表された時にまあこれってちょっとでかく見えるなと思って大丈夫、うん、置けるのかなと思ったらで,でも実際にそのスペックが出たら思ったより小さ,小さかった。うん、ただしこう 太いというか太いいとうかもう四角いですよね質量がでそのデザインによってそのまあクーリングがよりよくできるとかそういったところに静かに走るっていうのは嬉しいポイントなんですけどインテリアとしてちょっと心配だなっていう印象まあでも逆に気になんないぐらいじゃないですかゴミ箱みたいな感じで見えないもんねまあまあそうで PS5 の場合はパッと見た時にこれなんか面白いかっこいいなと思ったんですけど その後ですね、まだああのはっきりしたサイズは発表されてないと思うんですけど、ね、皆さんがあのそのディスクドライブのストーー大きさと、ね、か、うん、あと USB の口の,そのプラグのところそそうそうをあの、まあ、ラインナップして、うん、でそこからこうサイズングあの、P あ、Xbox Series X にこう比べたサイズとか、うんあの、ここまでの PS4 とか、うんあの、Xbox One とかのサイズを比較する画像は皆さん作ってるんですけどね。うんかなり でかいでかくでかく見える。うん、っていうのはちょっとだけ心配。いわゆる横にすればいいけど立ってではまずあんまりフェリーボードに入んないでしょまあそうかもしれない。家具とかによって、ね、調整するのが。うん、ただの場合はね。日本は特に,特にえっとね <laughs>、はい、これでもね結構だからそのアイデンティティというかその。 ポリシーが分かたんんだと思うですよつまりプレイステーション5はゲームを遊んでますっていうのが目に見えて存在しててほしくて多分あれはモニターの横とかに置くんでしょイメージとしてはで XBOX シリーズ X はどこに置いてもいいから適当に隠してもいいっていうぐらいの多分発想なんだと思うんですよもうこの部屋には見えなくていいとはいはい目立たないように目立たないようになんでそこは私ってさ あのハードのデザインが好きっていうか例えば昔のメガドライブの部分<は>相当好きなんですけどまあでもゲームやってる時ってその本体見てないじゃないですかテレビ見てるからそこまでの強いこだわりないです,よないですよね、うん、ただしそのどっっちかっていうと例えば 同性の人とかね、うん、家族とか、どうこう許してくれるかどうか、邪魔だから、<laughs> はけてって言われるかもしれない。そうそうそうハードルの方は心配ですよね。そうですね。だからでかいとちょっと不安。まあだからこれは今後のだからみんなのライフスタイルのやり方によるんだけど、なんか確かによくよく考えたらゲーム機がしかもさ、今はさ、えっ、ー、とまださディスク使ってるけどディスクレスになったらもっと別に遠くにあってもいいじゃん。ケーブルサイズつないじそうね。だからそう考えた場合、部屋の中のどこに置いてもいいっていう発想。 はあの xbox にあるのかなと思っててプレイステーションはやっぱりもうこれまで通りやっぱりホームコンソールとしてのやっぱテレビの側に置いてなんかこうやって眺めて見てくださいっていうアピール、はいね、まあこれは別れたこと自体がすごい興味深いなと思って,て、はい、まあいい、ね、好き嫌いでしょ完全にそう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 う、でも結構アイデンティティは完全に別なんでなんしかも xbox の場合はもう文字通りのボックスであるしス <laughs> playstation 5の場合は文字通りの vii の形のが5でしょ5 <laughs> 5なのかね <laughs> あれ あとそのエアロダイナミクスっぽい雰囲気になってそうね。懐かしいよね、ちょっと。そうそう、投げると多分綺麗まに。投げちゃいけませんけど。はい、じゃあ次はサービスの話をしたいと思います。サービスに関しては Xbox はこれまでいくつか話をしてましたが、プレイステーションにも新情報が少しだけ、少しだけ出ました。あまりないんですけど、少しだけ、何 UI が一新されるとか、あとは。UI はゼロからの作り直しって言ってますね。 PS4 からの、えー、全く新しいが作ってます。実際にはどういうのか分かんないですね。うん、で、あとは、それ以外に何かありましたっけ ?PS? 互換性に関しては努力しますっていう話ですね。うん、そうですね。あの一応とちょっとだけ明,明らかにして、えっ、ー、と、ローンチまでに何千本。タイトルは ああ準備。ローチまで稼働かどうか覚えてないけど、うんうん、準備してます。準備してます。だから実際のところ何本っていうのはまだ言い切ってないところでありますよね、はい。Xbox の方では、えー、と基本的にまあ互換性はもうすでに、うん、あの強いあの方であるし、うんえー、今までの Xbox、Xbox 初代から何でも起動します。そ,うはい、そしてさらに、何デリブリーでしたっけ<ん>何デリブリーでしたっけ、えーと Xbox、の えー、どのバージョン買っても,も,もってあ遊べますかね、はい、そのサービスの名前までは覚えてないですけどはい、はい、そういう形でままあ非常にあの昔の自分のライブラリー持ってる人にとってはかなりフレンドリーになったからそのソフトウェアっていうライブラリーからすると XBOX のメリットはすごく大きいですねちょっと信じられない,い、ね、という気もしますしスマートデリバリースマートデリバリーって言ってるのか要するに PC みたいな楽しみ方をできるんですよね世代変わっても使えるって、うん、そこはすごく単純に。 いいですね特にこの Xbox に関しては、まあ、スマートデリビューがあるっていうのはその例えば x b o x One も Xbox シ i ー s X も両方持ってる人その同じゲーム1回だけ買ってっあのその、うん、ハード側でこう、まあ、ハードとかクラウド側でこう勝手に判断されてはい、はい、一番その,そのハードに合わせた最適なやつが、ね、そ,うそうそう。<ら>つが昔アップルにやったアップルのあれあったじゃん<え>アップルのさライブラリーが自分の CD のやつも 勝手にクラウるああ、あれみたいな感じでしょ、はいはい、イメージとしては。あと、まあ、それもあるし、そして、えー、とゲームパスもあるんじゃないですか。うん、そして、これから X クラウドっていうの、そのクラウドサービスがあって、うん、それ全て合体されると、うんえー、ゲームを買ってあの、今日はシリーズ X、今日はうちにあるシリーズ X、今日は。 あの会社にある x b o x One x 明日はこう電車乗りながらスマホ、うん、自由にどこでも遊べるあと PC まあり、まあ、理論的にはね <laughs>、まあ、理論的にそんな遊び方するゲームあんのかって思いますけどまあ <laughs> あるでしょだってスイッチはねあのスイッチはどこでもあそ,まあそうだけどポイントは大きいなアピールだからまあだから Xbox シリーズ X でやるタイトルはグラフィックス的にすごいあのウルトラ 例えば、えっと、子供たちが寝てから 4K テレビでちゃんと遊ぶけどみんな起きてる間にあの、うん、どうせできないから小さな画面で我慢してしまう、あ。まあ体験としてはクラウドっぽい体験になるから、まあ、いいことはあるんですけどね。うん、ねまあただ,だそれに応えてソニーはどうするのかと本当に気になります。 ソニーはおそらくこれまで通りの従来のホームコンソールっていう立場をある程度維持するとは思うんですよだからやっぱりディスクはディスクであるタイプをも,もちろん出すしデジタルボールデジタルエディション、はい、も出すしっていう形にして、はい、まあそのメリットの部分は出してないんですけど、まあ、やっぱりソニーはそのいわゆる映画も作ってたり音楽やってたりするから、まあ、ゲーム以外のことのサービスはある程度出してくるんじゃないかな。 まあ当然だと思うけど、<ぁ>今やもちろん4にもあるかそうだけど、けどね、それはいわゆるどんな、えー、と機材っていうか何の、何のデバイスにしても、まあ,あ、ネ e t f l i x スあるよね、あるよね、不良あるよねってか、だからそうそう特別じゃないじゃん。特別じゃない。で、それは別にそのために買うわけもないし、うん、Xbox の場合は、例えば日本はねこう、Xbox の認知はあれなんですけど、ねうん、あのまあでも、そのなんていう価格に対するバリューで言いますと、 そのゲ,ームかゲームパスで遊び放題しかもファーストパーティーのタイトルはゲームパスの中で遊べるとか12、うん、とかでも遊べるとかそのバリューとして相当いいんですよです、ね、特にお金のあんまりない子例えば子供の頃ってさあんまりこうゲーム年に数本しか買えなかったんじゃないですかはい、はい、だからあの若者とかから言うとすっげえこれ いいなんかコンシューマーフレンドリーなアプローチなんで、まあ、それはそうですけどまあグローバルで見たら圧倒的にそれは言えるんですけど、うん、プレイステーションは今のその4の段階で PS プラスの、うん、えとライブラリーを結構さユーザーに与えてきたじゃん、うん、でんまあそうね当然ながら PS プラスのタイトル PS5 で遊べるよねってみんな思ってるけどいやそれはそうだけど PS プラスはあのずっとメンバーだったかどうかってますしそ,そ,そ,その時その月 あのちゃんとクリックしないといやでもみんなクリックは一応して今まで例えばいやでもしないと思えるしいまあそうだけど面倒くさいあもじゃあもしかして PS プラスやりみんな問い,問いつ構わないないね PS プラスのサービスをもうサブスクライブに振り切って、うん、PS5 でローンチするかもしれないじゃんリローンチみたいなこと、うん、はい、はいまあ、PS9 は一応あるんじゃないですかあるけどね、うん、だからその辺のまあリブランディングとかを期待はしてるけどまだまあ一切何の話はない まあさすがにねなかったら厳しいしまあ僕は PS4 でそんなにね動かしてないけど一応 PS プラスのほうにはずっとなってるし <laughs> あの一応毎回落として <laughs>、はい、まあライブラリーは貯めてるから、うん、これせっかくだから PS5 でももちろん遊べてくれなきゃちょっと困るよねって思ってるんだけど、はいはい、まあそのくらいの引き継ぎあると思うんですけど、うん、それやっぱこういわゆるオファリングとして新しく入ってきたいという感じてはそんなになか、ね、嬉しくないかもしない。あんまりアピールしないとそう,そう,そう、はい ってことで、まあ、両者あのメリット、デメリットが出てきましたが、うん、まあ、今後のえと発表では、やっぱり XBOX の大きな発表の方が、期待されますんで、うん、まあ、まだまだどうなるか分かんないんで、一番重要なところ、値段がまだ、はい、あまあ、一番重要は多分ソフトだと思うんですけど、今、分かってないところね。はい、あと分かってないところでは重要な、発売日と、プライスね。 そうですね、うん、それは XBOX にしても PlayStation5 にしてもまだわからないですよね、はい、これからの発表なんですけどじゃあ予想これ毎回やってるよね、はい、だからダニエルが言ってたように500ドル PS5 は守るっていうのはアグリーにしますも、うん安いと思う実際それはいい値段だと思うけどまあ現状ここまできたら XBOX と同じ値段設定よりも安くしなきゃいけないっていう圧力 プレッシャーを感じますね、うんうん、その代わり XBOX はやっぱり600ドル700ドルラインになっちゃう可能性はあるかなと思ってます。700700 700は言い過ぎかなだから698とか。あのいわゆるその箱にこう収録されてるそのコンポーネントとかいろいろから見るともちろん XBOX の場合は特にこれ1000ドル超えるほどのそうそうそうあ,あのハードなんですけど。 PS3 の例はね失敗したっていう失敗したんだけど 600,、ね、600ドルで6万円で発表してあのバイトを増やせば買えるぞとか <laughs> <の>あれはちょっとメッセージのミスだったんですそうだと思うんですけど、うん、そうねだからその過去の失敗があるんだからこそ今回は600ってそんな簡単に、まあ、600は最低ラインだと思う最低ラインだ、はい、じゃあ100ドル差ぐらいってことね2つの いや、多分差があるとしたら、えっと、50ドルだと感じてます。で、それはあの PS5 ディスクアリー版と Xbox Series X の間で、さらに PS5 のデジタル版はさらに50ドルでした。安い。だから、うん。そうその真ん中には PS5。その PS5 の2つのグレードは50ドルぐらいかな、やっぱし。そうでしょ。まあ、そりゃそうだよね。だって、x b o x は S, えー、S と Xbox OneS オールデ t ジタルエディションの差はさ<あ>そのぐらいですよね。まあそうだね。ドライブだけで高いのはちょっと納得いかないからね。ただあの結構悩ましいのは、我々デジタルでももういいんだけどさ、一応サンプル版とかいろいろさ、うん、あとそのね、いろいろ他の資料とかもらうときは結局デジタルね、 ディスクだったたりりすするから困困まままよねねあに友達借りたりするとかそういう時もねあと販売して中古市場とかの影響もあるかもしれないですねはいってことでいろいろあの面白い比較ポイントありましたけど今後のニュース楽しみにしてください何か他にありますか最後にああまあ今井さん的に今のところどっち買うそれ難しい今のところもちろんこれからいろいろ発表はまだまだ結局日本のユーザーっていう 形で見た場合 xbox がどれだけ国内でね販売を頑張ったりサービスを展開したりってすることはま,まだ不明不透明じゃないですか、うん、僕が多分外国人だったら一択でピあの PC まあもともと PC ゲーマーだから Xbox 買う気がするんですよ、うん、ただやっぱり今 PS の世代を使ってきたからまあ慣れてるし、うん、やっぱりさっき言った PS プラスのあのライブラリーのアセットが結構あるからそう考えたら PS の方がリアリティがあるななるほど今んとこははい 私はえっ、ー、とサービスから言うと、Xbox は完全に強いと思うんですけど、今のところ、我々が把握している情報あの独占タイトルっていうと、まだ Xbox 少ないから、そうだね、まあ PS5 かなりリッチなんで、まあ PS にいちゃうと思うんですね、今のところで。PS と PC 両方持ってれば、全部大体遊べるようになっちゃうからってうところありますよね、うん、ね PC ユーザーにとっても。あの Xbox のファーストパーティーのタイトルは、もう基本すべて、ね、PC に行きますからね。はい、はい ってことで皆さんはいろいろ発表あってどういう印象を持ってるかえコメント欄とかにお、えー、意見をお願いしますってことで、はい、じゃあこんなぐらいにしますかと、はいうことでイジェネジャパンの放送はここまでです。見てくれてありがとうございました。バイバイ。